テンツ誌あるある。はあ、ランクマッチ用のポケモンを育成したいのにアイテムが全然集まらないわ。今日は一日用事ないし、テラレード集会でもするか。そういえばお腹減ったな。朝から何も食べてないことに気づいたわ。うわあ、急にお腹減ってきた。これは座った瞬間にすぐ食べれる回転寿司に行こう。ゆきみちゃん、ご飯まだかな。誘ってみよう。ゆきみちゃん、ご飯食べた。おはよう。まだだよ、今起きたとこ。お、よかったら回転寿司一緒に食べに行かない？オッケー。やったー。じゃあ30分後に集合ね。頑張ります。よっしゃ、時間通り着いたわ。お待たせ、みすずちゃん。ゆきみちゃん、うん、今来たところだよ。急に誘ってごめんね。私もご飯どうしようかなと思ってたから嬉しかったよ。よかった、さあ行こう。あ、めっちゃ混んでる。回転寿司あるある。休日のお昼は混んでるから予約がおすすめ。ママ、お腹空いたよ。あら、掃除してたらもう1時じゃないの？今から作ったら食べ始めが遅くなっちゃうわね。じゃあ、入ってすぐ食べれる回転寿司に行くか。やった、お寿司、お寿司。出発する前にアプリで予約取っておこう。到着。もう呼び出されてるわ。で、めっちゃ混んでる。予約取ってるから大丈夫だよ。さすがママ。あ、みすずちゃんとゆきみちゃん、こんにちは。こんにちは。今日はいつもより混んでるね。そうなのよ、もう1時間待ってるわ。そんなにアプリで予約しなかったのね。うん、すっかり忘れてたわ。でもそろそろ呼ばれるはずだから大丈夫。よかった、お先に失礼。田舎の回転寿司あるある、知り合いに会いがち。さて、何頼みたい？私、サーモン。僕は卵。オッケー、よし、注文完了したからちょっと待ってるんだよ。お腹減ったから待てないよ。いいからお茶でも飲んで待ってなさい。はーい。おー、もう来た。ふう、早くて助かるわ。回転寿司あるある、早い、安い、うまい。おいしいね、もぐもぐ。卵おいしい。おかわり、おかわり。いいわよ、次は何する？うん、ちょっと待った、ネタだけ食べてシャリ残してるじゃないの。よ、ちゃんと食べるよ。いいから次頼んで。うん、絶対食べるんだよ。もちろん、次はマグロ、よろしく。マグロ美味しい、おかわり。いいわよ、次は何する？うん、やっぱりちょっと待った、またネタだけ食べてシャリ残してるじゃないの。ええ、大丈夫だよ、食べるよ。いやいや、食べないともう注文しないわよ。大丈夫、僕もお腹いっぱいだからいらない。回転寿司あるある、小さい子を連れていくとシャリだけの寿司を食べることになる。次は何食べようかな。軍艦もいいよね。ちー、何か視線を感じるわ。は、回転寿司あるあ る, ある隙間から隣の子供と目が合う。さてと、やっと席に着けたわ。お腹ペコペコ、どれにしよっか。おすすめのちょっと高めの大トロ頼んじゃおうかな。いいねいいね、たまにはいいよね。では大トロ2つ。イエーイ、今日はガンガン食べていこう。さすが、すぐ来るわね。で、これネタが小さくない？回転寿司あるある、写真と違くない？味は美味しいね。うん、次は何頼もうかな。全部美味しそう。あ、このラーメンめっちゃ美味しそうだな。でもラーメン食べるとお寿司食べれる量が減ってしまう。いろんな種類のお寿司食べたいしな。
ポテトも美味しいんだよね。わかる。でも食べないで帰るわけにはいかないわ。回転寿司あるある、サイドメニューが充実しすぎててやばい。頼みすぎてしまう。結局お寿司もラーメンも食べてお腹がはち切れそうだわ。私もお腹パンパンだわ。有名シェフ監修こだわりのスイーツはいかがですか。よだれたら。これ頼んじゃおうか。今日くらいいいよね。頼もう頼もう。回転寿司あるある、いいタイミングでデザートの宣伝出てくる。チャラ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 。どうしたの。みすずちゃん知ってる、最近スシローで悪ふざけした人が出て炎上したの。知ってる知ってる、あれはヤバすぎだよね。しかも一人じゃなくて何人もいたよね。もうさ、本当私は怒ってるよ。回転寿司屋さんは日本の誇り、日本の心、この罰当たり目が。わかったわかった、落ち着け落ち着け。失礼、取り乱しました。でもわかるよ、私も同じ気持ちだわ。二度とアホなことする人出てこないといいな。回転寿司の安全は私が守る。こうやってキョロキョロ周りを見てパトロールしてるの。確かに人の目があると思えば変なことする人も減るよね。回転寿司炎上あるある、寿司パトロールする YouTuber が大量発生。ではでは、締めのデザートも食べたところだし、お会計しましょうか。そうだね。あ、美味しかった。いっぺって言って、1500円、あんなに食べたのに。あ、みすずちゃん、3皿しか食べてないって、少なくない。それだけ、もっと食べていく。あ、いいのいいの。ちゃんとお腹いっぱい。いつもこんなもんだよ。回転寿司あるある。胃袋の大きさがバレてしまう。お会計も終わったし、帰るか。帰ったらポケモンの続き、やるぞ。めっちゃハマってるね。ゆきみちゃんも一緒に、レイド周回しよう。やろうやろう。あ、ガチャガチャだ。回転寿司屋さんにガチャガチャって、絶対あるよね。しかも最新だ、気になる。やってくか。回転寿司あるある。最後に、ガチャガチャの罠に、しっかり引っかかる。大人になってもガチャガチャはやりたいよね。